火力発電と九電グループの取り組みについてご紹介します。燃料を燃やして発電する火力発電所でも大量の二酸化炭素を排出していることをお話ししました。実は日本の二酸化炭素排出量のうち発電によるものは約4割を占めるのです。火力発電は他の発電に比べるとたくさんの二酸化炭素を出しますが、日本の火力発電の熱効率はこのグラフでわかる通り世界の中でトップレベルにあります。九電グループでは地球温暖化を防止するため火力発電で電気を作るときにできるだけ二酸化炭素を出さないように取り組んでいます。二酸化炭素を出さない燃料を活用して発電したり、排出された二酸化炭素を再利用したりする新しい技術の開発を進めていきます。2019年に運転を開始した長崎県にある松浦発電所2号機は超超臨界圧石炭火力発電を採用しており、石炭を燃料とする火力発電所としては世界最高レベルの熱効率であり、これによって CO2 排出量の低減を図っています。物を燃やすことで手に入れた豊かさと引き換えに地球環境を破壊しないよう発電を行う企業として地球温暖化防止にしっかりと取り組みます。